リアルすぎて本物にしか見えないっていう。どうも皆さんこんにちは。バイク買いました。いやもうずっと前から欲しいと思ってて、もう今回ついにねバイクを買うことができたんで、ちょっと今回みんなと一緒にねドライブ行く動画みたいなの撮ってみると思います。それでは行ってみよう。うおー、やばいやばいやばい、来た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 、すごいすごいすごい。このゲームツイッターでバズってた、もうリアルすぎて本物にしか見えないっていう、そういうバイクのゲームなんだけど、うわーやべえ、ちょっと本物にしか見えないからか知んないけど、俺本物のバイクの運転の方法全然わかんない。コントロールやばいって。はい、バイクも買いません。どう、何をしたらどうなのこれ。マリオカート見ていいね。簡単にはいかねえな。マリオカート気分で発車したら死ぬ。ブレーキの子同じとこで死んでる。同じとこで死んでんのよ、さっきから。さっきからね。超リアル、やばい。ああ、すごいすごい。ちょっと待って。あのさ、これ一人称で多分どっかでできるんだよね。どこで一人称でやるんだろう、これ。ちょっと待って。あ、これ。うわヘルメット越し。音もヘルメットかぶってる音になった。やばい、すごい、マジで。なんだこのゲーム。うわバカ、バカ。あ、ブレーキわかんないの、走らせんな。ブレーキわかんないの、走らせんな、マジで。やばい。死ぬって。もう死ぬって。あ、これか、ブレーキ。あ、これ。ねえ、チュートリアル終わんないって。チュートリアル終わんないって、本当に。やばい、マジで。あ、待って、後ろに、ここがバックなんだ。バックっていうことはバックとブレーキ同じようなもんでしょ、詰まるところ。これでいくと、いくぜ。あ、わかったわかったわかった。あ、もう余裕余裕余裕。うい、あー、いいね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 。うい、ドリフトはマリカみたいなドリフトないの。マジマジマジ、やばいやばい、これやばいんじゃない、大丈夫。お手が巻かれてー、コントローラー壊れてるかも。あ、ごめん、お待たせね、みんな。本当にね、リアルすぎてちょっと使うの大変だったけど、まあリアルのバイク乗ったことないけど、俺がバイク乗ったらこんな感じでやっても速攻で覚えれるわ、習得速度は。こうなるわ、リアルのバイク乗ったら俺多分。すげえ、速い速いけど止まれ。これガチで説明書どこ。もう説明書見てわかんねえゲーム初めてだよ俺。説明書見てわかんねえゲーム初めてやってんだけど。大体説明書見たらわかるよどんなゲームか。これマジわからん本当。でも分かっちゃったみんな。あのね、後ろにさ、これ倒すと、ほらほら、ウィーリーやるのこいつ。さっきから俺曲がろうとしてたんだけど、実はウィーリーやってたみたいな。絶対そうでしょ。でちゃんとスティックを前のめりで倒したらこうなる。グランドセフトオートのバイクってマジ優しかったんだな本当。死んで覚えた。ドリフトできるわ俺多分。こういうことでしょ。おい、こういうことやんね。あー、出た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 。これなんかこれ見たことあるわ俺、この絵。からこうやってブオーンみたいな。ちょ、かっこいいことやっちゃった今。やばい、バイクも買っていいかな。もう買える気がしてきた俺。倒しすぎちゃダメなんだよね、だからね。倒しすぎない程度でちゃんと車体をコントロールしないと、これ行き過ぎたらダメなの、行き過ぎたらダメなの。うわ、むずいむずいけど、なんかいける気がする。うわー、うらうらりりりり。これなら大丈夫。あ、ほら50キロでもなんか速いもん、もう速いなって感じするもん。これほら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 、こんなもんじゃない。あー、ブレーキが重い、ブレーキが重い、マジでやばいやばいやばい。ああ、うわうわ、曲がれ、曲がってくれ、死ぬ、曲がらないと死ぬ。危ねえ、ナイスナイス、いいよいいよ、分かってきた分かってきた分かってきた。曲がらないと死ぬ、曲がらないとさすが死ぬ、マジで終わる。いいよいいよ、うえうわうわ、曲がらない、曲がらないんだったら止まった方がいいって言おうとしたら死んだわ。いつ終わんだろうなこのチュートリアル本当。ゴールってなんだっけ、ゴールってなんだっけ。なんか俺まだやれてないことあんのかな、もしかすると。まだ足りねえ、ゴールってなんだっけ。俺さっきから言ってんのは何なんだろう。あ、なんかうまくね、なんかうまくね、カーブなんかうまくね。ああ、完全に押し込んだらダメなんだブレーキを。あ、むずい、この調整。事故らないで左上の目標のタイムを目指すのかもしれない。確かに、ちょっとやってみるか、やってみるか。でもそう、事故らないでもう回るのがむずいのよそもそも。そも悪いけどね、事故らないのが一番むずいのよこのゲーム。うわ、やばい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 、やばい、急な減速無理だよ、急な減速無理だよこの機体、このバイク急な減速無理。あ、キョ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 。で、調子乗ってきたらそろそろこの視点やっちゃうかな、グラセフ視点。
調子乗ってきたら行くわこれもう。ブイーあーなんか初めて事故内で周回できた気がする。初めて事故内で行けた。だからこの視点にするなって。だからこの視点にするな。いつ終われるんだよこれ。いつチュートリアル。もうチュートリアルだけで動画一本分だよもう。ここで鬼教官にしごかれて、俺は立派なレーサーになってみせる。鬼教官にしごかれながら。で、分かってきた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 分かって、ほら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 、うわ、くそむぜこのゲームマジで。右と左の押し加減プラス×もいい感じに入れ込まないといけないっていう。で、減速してきたらアクセルも踏むんでしょ一緒に。ああなんだこのゲームむずすぎるけど、慣れてきたら超楽しいんだけど。あ、慣れてきた。ほら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 、慣れた。バカみたいにスピード出さなかったら。あ、でもこれはやばい。これは視点ね。そう、この視点はマジダメ。人間をアホにする。この視点はこれ、あの左上の目標タイムを超えればいいのか。わかった。マシンが悪いねこれは。マシンが悪いな多分。ちょっとわかんないからそのままでいくわ。オートドライブね。こんな感じでいけばいいってことやな。はい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 。うまくねこの人。この人めっちゃうまくね操作。うますぎだろこれ。あ、急に操作投げ渡された。急に俺操作きた。だ、うますぎんだって前の人がさ。そんな感じで曲がれませんよどう考えても。コナミさん、そんなうまく曲がれませんって初心者。ちょ待って待って待って。あ、おいける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 。いける。あ、いよいよ。あ、いけるいける。あ、いける。頑張れ。ここのカーブが最初の関門だ。ここのカーブが最初の。あのデモドライバーうますぎたわ。もう一回見せてほしいもん。さっきの走り。でもいける。大丈夫。いけるぞ、サトミ。お前ならいける。頑張れ。抜くときは抜く。カーブの寸前で抜き始めて、曲がる。で、この辺からアクセルを入れ出す。あー、そういうこと。おー、こういうこと。から全速力。かましていく。で、この辺から抜き始めて、カーブ。あー、オッケー、いいよ。こういうこと。で、抜き始める。ブレーキ、アクセル同時押し。から、うえー、来てる、俺の時代。いい感じに抜け。いいよ、抜いて、この辺から抜いて。止まってんのよ、俺のカーブじゃなくてもうブレーキなのよ。でも完全に減速しちゃってんのよ。オッケー、直線かませ。やばい、まずい。事故なかったらいける。全力のブレーキからの。待って、いけ、来たぜ。あー、惜しい。見て、くっそー、1秒未満。あと1秒未満だった。は、うまっ。いやでも行ったな、これは行ったな、間違いなく。もうこれは間違いなく行ったわ。もう、あー、やっとクリアできたー。あれ、ちょ、おい、きたー。やったー。おい、やっちゃったー。お前バイクの免許取ってやるからな。ちょ、俺の走りのリプレイ見ようぜ。今の俺の華麗な走りのリプレイ見ようぜ。俺のかっこいい走り見よう。すげえ、なんか俺の走りがかっこよく見えてる。なんかかっこいいぞこれで見ると。
あいい、あすごい、免許持ってる人っぽい、免許持ってる人の動きっぽい。あ、すごい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 、かバイクかっこよ、めっちゃかっこいいじゃんバイク。そういう急に、なんかあのディズニーランドとかにあるあのゴーカートみたいな感じの走りになったね、急にね。やっぱ線路から脱線してたらダサいね、やっぱな。あ、このカーブかっこいいわ、このカーブめっちゃかっこいいわ、ほら、うわうわ、これは二欠できる、もうバイクの後ろに誰か乗っけられるわ。うわーすげえ、わーかっこいい、この鋭いカーブ。あ、ちょっと今死んだなと思ったら、多分ね、走馬灯のように感じるって言うもんね、事故る直前は。死んだなみたいな、事故った俺の友達が言ってた今の。あーいいわ、かっこいいわ、もう俺かっこいい。え、何それ、ポーズ、ポーズなんてできるの。え、すごい、シャッターチャンス作れるんだここで、すごいねこのゲームね。早送りもできるんだ。あ、最後、あ、俺の暴れたウィーリーのシーン見れんじゃねこれ、俺のかっこいいウィーリーのシーンも。トーバイルだって大切なの、トーバイルだって大切なの、これトーバイ、ほら。ダセえ、一瞬過ぎてくさ、ダセえ。あーやっとクリアした、マジ嬉しい、本当に嬉しすぎる。何これ、デビューする地域リーグ、もうどこでもいいよ、俺みたいなお荷物誰がやリーグどこか出してくれんのかよ、ここでいいよ、お荷物になったらいいのかな。俺なんか生意気にもダウンロードコンテンツを俺買ったんじゃない、限定バイク5台とかもらえ、買えるって。うわかっこよ、川崎忍者、え、川崎忍者知ってる、俺が知ってるバイクある、これも買ってるってこと、この川崎忍者個人ガレージ、はあ、待って持ってんだけど、みんなほら見て、ほら川崎忍者2006年のモデル、ちょっと古いけど、忍者ってバイクかっこいいなって俺すごい昔から思ってたんだよな。まあ、モデルはいろいろあるんだろうけど、この忍者シリーズがすげえかっこいいと思ってたわ。え、街並み走りたい、街並みレースでいいのかな、シングルレース、あー忍者乗ってるじゃん、よし川崎よろしく頼むぜ、一発かましちゃっていいっすか、一発かましちゃいます、負けねえよベリージー小僧には、悪いけどな俺の川崎でぶっ飛ばしてやるわ、あいつ、あ川崎音加速すんの、さっきの車速っ、あそう考えたらさっきの車の性能超良かったな、あでも俺みたいな初心者はこんぐらい加速が遅いバイクの方がいいかも、あ違う、なんかさっきこれやってたな俺、あちょっと待って、ザワールド、ぶつかる前に止める、あれ俺屋根なしできないの、まだいけるまだいけるまだいける、さとみまだいけるぞ、頑張れ、行け川崎、お前と俺ならいけるだろ、もう見えないベリージー、もうベリージーの敵が見えない、もううわうわ見にくい見にくい、これ目の前めっちゃ邪魔、何このガラス、すごい見にくいんだけど、これのせいで、うわうわあーすごいめっちゃ綺麗めっちゃ綺麗、やばい綺麗すぎ、なんだこれ、すごいバイクによってなんか視界まで変わる、 あいつベリージー嘘つけ、ほんとに転んでねえやん一回も、むずいバイクマジやばい、あやめた。ちょ待ってよ、ステージが違うんだよ今のは、なんかさ街並みみたいのないのか、アジア街並みあった、街並み日本とかあるじゃん、関東、え関東行く、関東、え一番長いコース行こう、ちょバイクダメ、このバイクダメ、なんか押せばこっちにしよう、もうこのバイクで俺は慣れてる、ちなみにさ軽くひねってやろうかね、軽くひねってやろうかな、さてさてさて、うれーうれー、威嚇威嚇、うわめっちゃ綺麗、雨すげえ、めっちゃ雨綺麗やん、うわ街並みだ街並み、すごいヘルメットな、ヘルメットしかいわ、あーなんだこれなんだこれ、すごいなこの画面、この画面すごいな本当に、里見雨の中頑張って食らいついてる、一生懸命一生懸命食らいついてるぞ、目の前のようわかんないライダーに、いけるいけるだろ、やっぱこの画面やな、この画面じゃやる気でね、ちょっと雨じゃない、雨悪いわやっぱ、雨じゃ無理だな、うわすげえマカオめっちゃ綺麗、街並みがいいね、ビビってんじゃないの、うれうれうれビビってんじゃないの、うえこんなエンジンふかしてるやついないよ、絶対勝つ、絶対あいつに勝ってみせる、
そんなちょっと当たっただけでもそうなるんだね。うん、軽く擦れただけ。車感覚で言っちゃダメなんだ。でも大丈夫、一回脱線しても俺はまだ巻き返せる。マカオは俺の庭、マカオは完全に俺の庭。みんなに優勝の景色見せてる。あら、一番止まってんだけど。ほらマップ左上、あいつあそこに事故ったの多分。やってんなあいつ、初心者がよ、初心者がよ。おめえ、あ、あいつと同じところで止まったの今。あいつと同じところに事故った多分。いや思い出せ、チュートリアル思い出せ、マジで本当に本当チュートリアルマジ思い出せ。俺チュートリアル何のためにあったか本当思い出せよ。おお、そうそうそういうこと、そういうこと、そういうことだよ。あっ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 、そう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 、これ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 、この動きだよ。さとみ細いぞ道、大丈夫か、ぶっ飛ばすぜ。あーやばい、アクセル全開だ。いやーやばい、それそうなるのよ。あーもうあいつとの、あいつとの距離が一生開く。もう勝てっこねえよ。あそこ事故ってるよバカがよ。あいつ待っとけしばらく。ちょ、お前笑ってアクセル踏め、アクセル踏めないって笑って。あいつめっちゃ事故ってんだけど、なんだあいつ。ちょ、やり直せ最初から。それ見たらそんなに飛ばさないでいいんだっていう気持ちになってきたわ。絶対勝つ、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 絶対勝つ。絶対勝つ。気合いのドリフト、もう前見ない。このカーブが最初の関門。まず追いつこう、まず追いつくことから始めよう。あいつ毎回同じところで事故るから、そこで俺はゆっくり行こう、ゆっくり、余裕余裕、心の乱れはない、余裕ぶっていこう。俺はバイク初心者っていうの忘れるわ。俺王者、俺ほどバイク上手いやついない。気持ちで負けたらダメなんだって。待ってろよマジで、見てろ本当に、マジ見てろこの速度だよ。俺には55キロが似合う、俺には55キロがぴったりだ。分かったわ、3倍の速度出してたけど俺にはこの速度だよ。もうこれじゃダメ、ちょっと背伸びして、ちょっと背伸びして、まあ70とかでしょ。でもさ、あんまり遅いスピード出しても勝てないあいつに。ここだけ曲がろ、ここだけちゃんと曲がろ。お、いいよ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 、バーブいいよ、バーブ、バイクバーブ、おーいおい、いいね、あらろ、うえうつさざるるるる、大丈夫大丈夫、車体削っても体はえぐれてない、体はえぐれてなかったら何度でも何度でも立て直せる、人生何度でもやり直せる。よしよし、いいよ、ナイス。もうバイクボロボロだけど大丈夫、大丈夫だよ、自分は生きてる、自分さえ生きてればなんとでもなる。あっ、追いついてきた、追いついてきた、追いついてきた、左見て、左のマップ、すげえじわじわと追いついてきてる。任しとけって、これあいつに勝ったらバイク、これあいつに勝ったらバイクの免許取るわ。違う、今ガチで取り行く、もバイクも買う、忍者買うわ、忍者3台ぐらい買う一気に。うわーすごい、住宅綺麗、青い住宅綺麗。うわー80キロいいね、80キロ曲がりやすいよ、80キロまだマリオカートしてる気分だ。あ、なんかカーブない、カーブない、この辺なんかすごいカーブありそう。いや、あ、うま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 、あー誰かドライブ連れてってやろうかな、友達バイク買った暁には。今から楽しみだよ、ドライブ連れてくの。あーやばそうな道来るね、そのすぐね、大丈夫、油断しない油断しない油断しない、ここのカーブはやばいの知ってる、なんかやばそう、なんとかなんかやばそう。え、超カーブじゃん、え、これこれできちゃうの俺、これカーブ曲がれちゃうのえぐいね。あーもうコンピューターとすっごい天と地ほど離れてる、どうしたら勝てるのこれ、誰が勝てるのあいつに、誰かこのゲームの攻略とか出してくれ。景色楽しむゲームだと思ってたんだけどな俺これ。あ、この視点いいね、早っ、マジで綺麗だねこれ、画質がやば、バイク好きな人相当楽しいだろうなこれ、こんなん楽しすぎるやろ。バイク買うのやめるわ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で、じゃあな。